東成尾駅は兵庫県西宮市東成尾町一丁目にある阪神電気鉄道向川線の駅。駅番号は HS53。南隣の須崎駅とは駅間距離がわずかに400メートルしか離れておらず、阪神電鉄全線では最短である。開業当初は交換駅であったが、1960年代に短式ホーム一面一線を持つ通過駅に改造。 向こう側団地前への延伸を機に再度交換駅に改造され現在の姿島式ホーム一面二線の地上駅に。当駅は無人駅であり、出入り口はホーム北端の一箇所のみで向こう側方面の線路と交差する構内踏切で駅の西側と連絡している。なお、この構内踏切は阪神の駅では唯一の存在である。IC カード専用簡易改札機。 チャージ機以外の自動券売機や自動改札機、自動生産機などはない。下車する際に普通乗車券や生産券などの回収が必要な乗車券類は、駅出口に設置の収札箱に投入する。かつては乗車駅証明書発行機が設置されていた。乗り場番号は設定されていない。スマートフォン向けアプリ、阪神アプリの行き先表示機能においても、 乗り場番号の表示箇所は空欄となっている。上下とも毎時3本が発着する。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。西宮市統計所によると近年の年度別乗車人員は以下の通りである。当駅には自動券売機や自動生産機がないので運賃の支払いについては以下のような扱いとなっている。ここでは ピタパヤイ効果等の対応 IC カードを IC カードと呼ぶ。駅の東方を向川が流れている。かつては駅南西方に阪神バス東ナルオ停留所があったが、現在は運休中。1986年までは天ヶ崎市営バスも運行されていた。ありがとうございます。